ミツロー TV 進むうちになんかもう分厚くなってて、どんどんすごい筋トレし始めて、あれがまあ5年前で、今また痩せてんだけどね。5年すると瞑想し始めて、1日に6時間瞑想し始めて僕の記憶では最初多分僕とこう同じように並んでたんです。それがですね、今年の3月に、一気にふんだりに覚醒というものをしてしまいまして、これまで仏教、密教、タントラ、いろんなことで言われておりました、すごいマル秘に包まれて、密教においてもお金になるもので、わざとふっとすると具体的に言わなかったっていう部分もあるのかもしれません。それをお二人にですね、何よりも信憑性が高いのは、二人はもともと悟ってなかったっていうことを皆さんの同志でございます。それが、女性皆さん子宮あると思いますけども、男性ってそもそも、血管児なんです。僕たちはこの宇宙において男性という種別はこの地球のほんと1期間1時期しかありません。男性が発生したのは、今45億年地球があるとしましょう。20億年前に発生した、生物、これは無性生殖、セックスしませんでした。女しかいません。そこから20億年間女だけです。その後ちょこっと男性が今発生して、ちなみに僕たちは男性どんくらいの今日エロ目的で来ました。男性男性の皆さん安心してください。全部毎日走るとか嫌だ。女性と皮膚を介すことで女性の振動を増幅してお互いに回し合うことで、男性側もそれぞれに なれるとここに、はい、じゃあ血管児男児が来ました。男児も、まあ、多分本気を出せば空間振動でもいけるけども、はい、やっぱ皮膚ぐらいの後は、いや多分別に空間振動で、はい、いけると思う。まあそうなるとこれは単体でいってますもんね、これと呼ぶんじゃないお互いが青春なのは分かるので僕はこれでいいけどね